はい、みなさんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はプレミアのランクアップ条件についてお話ししたいと思います。えっと三つあります。あの重要なポイントがで一つはまず自分が L R P リワードプログラム百 P V を購入していること。そしてえっと二番目オーガニゼーションボリュームあの別の動画で説明していますけれどもチーム全体の あのボリュームが合計5000そしてク,リクオリファイドレッグ条件を満たしたレッグ足ということなんですけどこれは、えー、と自分が紹介して登録をしたエンローラーという紹介権を持ってるっていうふうにあの使うことがあります。えー、とを満たしていることになります。 これをもう少しし説明したいいと思います例えば、えー、とこの3つの条件はまず1つ自分が LRP100PV そして OV が5000あったとします例えばこの人が2000この人が2000この人が1 0 0 0 2 0 0 0で合計は5000とあの組織のボリュームは5000で満たしてるんですけど クオリファイドレックが実は一つししか満たしていないなですどういうことかというとこの A さんの紹介えっとこの3つの3人の人たちは A さんが直接紹介をしたエンローラーになっていますでも、えっと、この人は2千でレッグク,クオリファイドレッグは一つ達成していますでもえっと。 この人のの紹介権はアップの方がこの方のチームボリュームが2000だったとしたらこの方は、えー、と2000はないっていう場合には条件を満たしていなくてクオリファイドレッグは2じゃなくて1になるのでランクアップができない状態になりますでももし えっとこの方じゃなくてこの方自身が、えー、っと2000であればこことここが20002000でプレミアのクオリファイドレッグっていうものになります。これはエグゼクティブ2000エグゼクティブ2000っていうふうになるのでレッグが2つに条件を満たしているので200020001000で 合計五千という意味になります。そうすると、ランクアップになります。また、あのペイドタイトルにも、これがあの適用されていきます。でもう一つ、えー、っと例えば、直下に二人とか、まあ、これ、下の方でもいいんですけれども、この方が二千、三千で、二つのレッグで満たしていれば、ここに他にレッグがなくても。 この3つの条件が満たしていればプレミアっていう条件を満たすことができるのでこの方法であのランクアップをしていくこの方法であのフォーカスして構築していくっていう方もいらっしゃるのでそれぞれのやり方がやりやすいやり方でやるといいと思います。とにかくこの3つのつ条件が満たしていれば、 えっと、プレミアランクに昇格できるので、皆さんもどちらか意識して、あの、されてみてください。今日もご視聴ありがとうございます。皆さんの何かのお役に立てれば、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。では、また。